こじゃ。あ、これちっちゃいかな。あ、これどうですか。あ、でもマイクの付け方違うから声あれ違いますわ。ああ、ちゃんと付ける気ないんで。こんばんは。こんばんは。青テレビです。二人ぼっち。TP 4000行く？行こう。行ける？行こう。俺から？行こう。実は3100にしてくれればいいから。3100にしてくれればいいから。玉来るから、玉。3100にしてください。ゲモでかい。ゲモがでかい。それをちょっと下げる。ボタン。ボタン当てます。あ、ありがとうございます。バッチシ。バッチシ。バッチシ。今日 LOL 仙人のカミちゃんがいないんですよ、後ろに。確かに。ミオコの LOL 野郎はいるけどな。LOL 仙人はいねえぜ。静かだな。確かに今日静かな。今日静かな気がする。確かに LOL 仙人いねえと静かな。なんか違うわ。電気ブランキャラなんですかね。ハカンですよ、ハカン。ハカン。ハカンの人です。ハカンか。じゃない？おい、バケーションコースないのかよ、これ。あ、確かに。バケーションコースねえわ。あれ？キャラ変わった？お、ありがとうございます。今日、ニッセが、釣りを私たち、優勝しました。ありがとうございます。チームプレーでね。ええ。練習の成果出ました、ね、出ましたね。練習の成果、先週の練習の成果出ましたね。先週練習しましたから。ちょ、俺のドロレントじゃん。完成されたセットプレー出るかな。平成さんに3100にしてもらってね、自分が4000頑張ります。おい、ナイフマジ頼むぞ。平成言っとくけど、負けたらもう3100ないから、多分。間違いない。食べたいから。おっと、さあドバンコンボ、はい、前ジャンプ。あ、そっか、ジャンプ1個遅いから怪しいな、そいつ。そいつジャンプ1個遅いのか。ジャンプ1個8フレームか。そうか、そうか、もしかしたら引っかかるかもしれない。いや、ドレントはいけるだろう。お、確定はしないのかな。確定はしないで。こっちはダメ。いいよ、中段投げかけて、リクシュート確定かね、これ。お、何か仕込んでる匂いがするね。おっと、さあ、日清が大会優勝したこのヒューゴ。あ、あた、おっと、見てから打ち。さあ、これが、これが日清が優勝した男のヒューゴ。これですわ。これが優勝した男のヒューゴ。玉さえなきゃ。なんと恐ろしい強さ。玉さえなきゃいけるよ。恐ろしい強さ。え、3100まで上げて、お前が4000まで行くの。そうです、頑張るんで。あと5連勝すればできます。多分。5連勝。5連勝か。5連勝か。これは世界3位。世界3位って別に誇ることじゃねえよな。いや、普通は誇れるって。世界3位ですよ、だって。普通は誇れるでしょ。あ、やっぱお前、そういう感じだ。優勝以外はあんまり優勝以外はとか、そういう感じだ。はい、そういう感じです。あ、この人強いんじゃないの。え、そうそう、キャラ、ね、名前聞いたことある気がする。コーディか、コーディか。あれ、あ、なるほどね。なるほどなるほど。これが2勝した実力だから。2勝した試合がね、配信台だったらね。タンタンタタン。え、ニトさん4位だったんですか。
え、でも2と3に勝ったんですか。あ、でも当たってないのか。来る来て、お、なんか刺したいとこですね。ああ、こっち。おっと、さあ、どうなる。やばい、白投げ。お腹仕込んでますね。そんな連動しなくても繋がるし。あーあー逆にたくよ。おくそ下がるね。勝つ気満々っすよ向こう。怖い怖い怖い。あ、確定しない。あ、アベル苦手。頼むよ頼むよ。あ、やった。やってないよ。うわ、終わり忘れたこれ。終わりそうじゃん。嘘だろ。何を見て。何を見て。狙ったし。マジで。やばいやばいやばい。ああ。やばいやばいやばい。いや、もう負けそうだこいつ。おいしおいし。お、はい、いいね、その諦めない感じ。あ、なんだ全然減らねえ、なんだこれ。あー、やべえ、割れねえのあれ。ナイスカード。タチコパスパコンで終わったでしょ、今の。ホイルガードしたタチコパスパコン。おお。はっ、おお。危なかった。やるね。死んだかと思った相手。やるね。タチコパスパコン確定でしょ。タチコパスパコン、ああそういうことか。あれあれあれ、届かないでしょ。前捨てしてくださいよ。うわ届かねえ、マジだ。やべえ、負けたくない。あっ、やべえ、終わる。まだある、まだあるよ。上、あー終わったー。あ、待って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 、あー届いた。くっす、ほらほら、あるよ。うわぁ、いいと今くっそ、いいと今。今日も無理だ。今日も4戦無理だ。まだ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 いったんだ。80も減るのか。80も減るのか。手いかねえポイント。いいっす、3000でいいっす。3000で3000でいいっすよ。もう3100無理。もうあの中盤目押しするのさ、むずいから、なんか連打でやってみたんだけどさ、はい、連打でも確率あんま変わんないんだよね。なんかでも、つながる猶予長いキャラいるらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、キャラによって違うんで、そこも調べてたら調べた方がいいです。最後のピオリは、ま、ちょっと待って、セビさんでいいんじゃない。いや、なんで今にプレイさせるの。チーム戦だからさ、ね、チーム戦はね、チーム戦は協力しないといけないから。3000にしてください。おし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 。スタッフでもスタッフでも。じゃあ2人だけなんですよ。2人だけ。ルール1000人目です。あ、これいける。カモ。カモ。カモ、カモ来ました。止めよう。あれさ、弱鉄ガードシャットってマイナス 2?3。ギガス確定？いや、距離が絶対離れるんですよ。届かない。届かない。届けば OK。届くときある。届くとき。あんまないですかね。オーマイ。なるほど、ね、あー、いた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 、ね、わいいよ。はい、おー、うまい。おお。ユンはね。おお、船見てから。大会行かないですね。
リースロー。 あれ背びりたいな、背びりたいな。うまっ、うまいけど前背背びったところで背び前背でしょ。おお、うわぁ仕込んでる。いやでもジャンプしたな。めちゃくちゃ。およく当たった、素晴らしい。おおおお、あんてってますね。結構ユンはいけんだよな。確かにまあいける方ですよね、接近戦してみないけど。アベルきついんだ。アベル、そうだな。前中堅きついか。臨機応戦いですよね。前中堅の後、ん ?2916。前中堅の後のタクがきついね、結構。タクか。前中堅ガードしたら投げちゃえばいいか。即投げ。3000いけるかなこれ。確かに。そりゃそう、タクシーの大阪、大阪って言えば絶対つきますよね。そりゃそうだ。大阪までいきなり行けるもんなんですか、タクシー。こっからそのタクシーのうんちゃん的に、え大阪って感じじゃないですか。タクシーのうんちゃん的に。いくらかかるの ?7 万ぐらいかかるかな。いきなり大阪ってすぐ行くんすかね、大阪タクシーのうんちゃん。おいしいとか思うのかな。おいしいと思うんすかね。いや、いきなり大阪っすだって。確かに。寝ないでずっと運転するってことですよね。そうだよね。おいしいと思わなくないですか。きついのかな。マジかー、勘弁してくれって感じじゃないですか。もう帰るとこあったんだ。寝れねーってなってないですか。いきなり大阪っつって行けんのかな。10万わかる。でもやっぱあれかな、セレブはタクシーなのかな。あ、だーれ、新幹線だーれっつって。あ、10万ぐらい一緒みたいな。あるかもな。おっしゃーってなるかな。ちょ、ブランカ、ブランカ。あ、ボコボコされる。いや、おーっと。あ、ボーナス来たって感じだから。いやー、わかる。わかる。入りたるそうだな。あー投げられちゃうの今の。おー素晴らしい。なるほど、確定か。あれ確定なのか。寝込んでましたね。今日は2人きりですね。優先に。おお、重なってなかった。ブランカ起き上がりちょっと違うんだっけ。こっちぐらい遅いですよ。わー見えねー、なにこれ。新しい。うわ、ローリングのしたらウルコンで終わったんだけど、さすがにローリング打ってくんねえか。確かに後ろに カメラで見るけど、後ろにカムチャに見えるのやべえな。やべえな。おお、そういう反応。うわっ、おお、なるほど。ああ、もったいない。うおっ、かしこまりよくて。おお、うまい。残念。
コンでしょ。出なかったのか。うわ、どうしようかな。お、ナイス。これ絶対ぶっ放してくるな。あ、来ない。お、来ない。やべえ、もうローリングに攪拌される技がね。おおおっと、やばいぞ。落ち着け、落ち着け。しかし時間がないぞ。時間もない。残り14秒。ああ、何してんだよ。はあ、 EX ローリングでガードしたら入ったっけ、シュートダウン。いや、入んないでしょ。あれ好きないの、あんまり DX ローリングって。え、てか届かなくないですか DX シュート。すごい離れちゃうの。そうです。なんかでもちょっとブランカはちょっといけるようになってきたな。もう一回西健とやってもらうしかない。うん、さあ大会がいっぱいありますね。なんかいっぱいか、いっぱいでもね、2つか。ちょっとゴツガーデンの2人も出るみたいなので今日出ましたね。錦呼んでよって。錦、錦を彼女とイチャンコだからさ。イチャンコいきなりぶち切れない。あれ、この間、はい、ゲーセンいたの彼女。彼女、彼女。ほう、はんって感じですね。それは来なくなるわって感じですね。なるほどね。俺もそんな可愛い彼女できたら来なくなるしって感じでしたね。そうなんだ。うわー、反応早い。受験生頼むよ、マジで。マジでポイントどんどん落とすとかやめてよ。うわー、マジか。うまい、勝利か。あー、マジか、うまい。噛み合わない、噛み合わない。なるほど。あれ、俺の彼女じゃないんですけど。お、スカシージャンプ、ちょっとかぶせ。うん、ポイントが、やべ、ポイントが下がる。やばい、噛み合わない。やべ、ポイントが下がる。やべ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、早い、反応が早い。いいよ、バカ野郎。スパコンで絶対とどめさ、限定するんだぞ。あー、惜しい。うわー、笑えないよそれ。あ、うわ、笑えないよそれ。強い、強いわ。企画倒れ早すぎるよ。だから言ったじゃん、さっき無理だった。早すぎんよ。交互にやろうって言ったやん。だから無理だよ、最初3000いけって。今ポイントいくつ。2800765。こっから235ぐらいよ。やべえぞこれ。交互に企画いく。交互に企画。いや、交互に企画だったな。後半も交互に、交互にやるはめになるからな。そうだよ、後半はきついな。後半交互にやる。4000近くなって3000超えたらへんで交互にやるのきついな。全然上がんなそうだな。カズノコユンは絶対勝つからな、多分。いや、参っちゃうな。おお、やばい、カモ、カモですよ。いや、いや、カモ。もらえるポイント少なくて。ああ、そういうこと。負けたら。そういうこと。ポイント低いよ。超減る。ポイント低い、同期系でいける。おお、また。落ち着いて。お。これさんの。ミードスカッシャーが、はい、今井さんが、噛み合わない。お、
トーク力あればすぐ彼女できるよね。だってその何トーク力あれば女の子にこのトーク力出ないんだよな。女の子の前だとキャラ変わっちゃうんだよな。このトーク出ないんだよな。やばいぞ。わあ、ダブルプ。やばい。アメーナ。バカロ。おお、いいね、そのディレイ。これ、釣れますよ。それなかなか熱い。逆に利用するという。あれ？目は見れるんですけどね。あー、バカ！でか？でか。ナイス！削るだけ。EX、EX ラリアットで削ればいいですよ。コパン EX パームになったよ。あー。EX ラリアットやばいっす、あれ。ジャンプしても当たるし。ジャンプしなくても削れるし。でも35削れるらしいですよね。35。35。ラリアットでしょ？そう、ラリアット。余裕でしょ、35。26しか入んない。なんかボンとケイスケ喋ってるとこ見たことない。ボンちゃんエボでちょっと喋ってよ。喋ってるとこ見たことないって言って配信であの辺と絡まることないじゃん。配信しようね。そんなないでしょ。てん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 。なるべ。工業だよ。人がいない。ケイスケサファリパークにいそう。ちょっと夏っぽいでしょこれ。確かに。おしゃれすんだね。ダットリーもちょっとこの間ランクもやったら苦戦したな。ああ、ダットリー技判定強いですからね。お、勝てば。勝てばポイントがうまい。560ぐらい80ぐらい。でもうまいで60ぐらい。まさかプレゼントの帽子かぶってるとこ見たことないね。セビットに全然増えないぞこれ。プレゼントの帽子かぶってるとこ見たことないって。部屋着だから部屋では愛用してますよ。しかもその帽子いつもの帽子と違うらしいですよね。誰にプレゼントしてもらった帽子だ。宮尾さんにもらった。おい、宮尾の帽子かぶれて飲んで俺とペコストックドグラの帽子かぶれへんのやめ。喋りかけないです。お前大変なことになった。おっと落ちてるか。あ、ほら喋りかけるから。おい、お、いいよ。お、高い。こっち来たよ。おっと、売り込んで。いや、倒せる。間違えた。おー、間違えた。ナイス。間違えた、売り込ん間違った。素晴らしい。隠れが配信で見たことないの。おい。おい。部屋で来て、部屋で被ってて来たぞ。ウッフー。うわー、反応早い。あー、待って、画面端じゃまずいよ。画面端はチャンス。ドンドンドン。ドラッキー仕込んである。次ピョルでキャッチ。ナイス。終わった。お、ナイス。勝った。死んだこれで。いったかな。残んないで。残んのかい。あー、残った。危ねえ、重なってね。重なんない。おお、ナイス。やりた。いいね。あ、お風呂でかぶってんのか。今日はリスナーが優しい。そうっすね。玉キャラが来ない。確かに。あんまり来ない。いくつだ。ポイントが。カメラで確かに。なんか変になってる見える。ケツケうまくなりすぎだろう。なんて。ケツケうまくなってんすよ。最近ちょっとセットプレーを覚えまして。うまくなってんすけどね。パームにちゃんと EX シュートダウンを仕込むという。
まだ完璧じゃないけど。特にニセガの大会、あれは猛者中の猛者でしたからね。あれやばかった。あれでケイスケさん下手くそだと思うと痛い目を見る可能性が。俺が当たった人ってみんななんか PP5000 クラスでしょ。あれいや6000クラスでしょ。6000クラス。錦金とかもだけどな。錦金とかもずっとやってる。吉木さんとか6000でしょ。アクアも6000やったし、まあ、前のあれですけど、ね、6000クラスしか決勝の方とか出てない。準決勝これきついな。これどうしよう。きついっすよね。これどうしようかな。意外にきついんだよな。上のパーム強じゃないですか。強中弱壊した。これ前いけねえんだよ。うわぁ、あの巨体が女の子の膝蹴りで。いいよ。お、ナイス詐欺ドン。読み合いに勝ち続けている。お、一番高いやつ来た。一番高いやつ来ました。シャイン。おお、一番減るやつ来た。あれ500ちょい。500。マジか、半分減るな。素晴らしいね、今の。うわー、これがかくるの。あっ、間違えた。おっ、うまい。あれがきついんだよな。あんまりないから、まあ、あ、おっと。うわー、うまいな。これマジきつい。チャンスが。おっと。これもう駒の形は死ぬんじゃないですか。ゲージ2本あれば。おっと、リーチきたー。 EX 500円だったら、これ体力半分の時に許さなかったらもう、これ痛いよな。終わりっすよ。やるわ。やるね。へい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 。2875。いいっすね。2875。2875。スルーパンパムウルコンには573。え、ウルコンゲッチ、溜まったばっかりでも。あー、それだとちょっとそんな減らないと思った。ショートジャンプってなんだ。ショートジャンプで釣れるかな。ショートジャンプってリープでしょ。あ、リープのこと。リープじゃ釣れないだろう。あんぐらい離れた距離で対空されちゃうのきついな。うん、それはきつそう。移動投げしてるの。移動投げ今練習中。ちょっと安定しない。コパンコパンコパンの後に移動 EX ウルトラスルーがすごい距離からするんだけど、はいはい、ちょっとコマンドがむずい。さあコーディカモですよ。これあれだっけ、高みボタン設置してたっけ。いや、ないっすね。ウルトラ移動ウルトラするには高みボタンやってると楽なんだけど。へえ、言うようになったね。高みボタン単語出てきちゃったよ。ケスケさんの口から言うようになったね。マジか。お、いいよ。お、よし。いいね。おかしいな、ケースケファンもいっぱいはずだな。外国人。
熱狂的なケイスケファンエボで見たんだけど、と移動コマ投げだったら確定か、コマ投げチャンスがあればありますよ。うわ対空がうまい。ウルトラ、あーマジか、早かったな。お前はなんて言えばあんねん、やってないよイングリッシュウィンズアゲインとかやってるよ、隠してかわされるえ、嘘でしょ、やばいよ、ポイントよ、どう、ナイス再現され、いいよ、いいよ、いいよ、間違えた、いや、いい、いや、残るよ、イエクスシュートか、イエクスシュート、イエクスシュート、バカバカって空中で食らってるこれちょっときついな。コーディー戦対策しないとな。確かに。わあ。何それ。またすごい減った。128減ってんじゃん。そんな減った。120ぐらい減ったでしょ。100ぐらい減ったでしょ。これきついぞ。そう、同じぐらいの PP の人が入ってくればまだ、まあそうっすね、ああ、うーんと、いけるか、 EX スルーって発生 X だっけ、7かな、え、そんな遅いの、なんか遅かった気がするあ、来た、いや大丈夫だよ、得意でしょこれ、あのインコさんからラウンド取ってるからインコさん、インコさん、あのインコさんから、あのインコさんからちゃんとっていうかそれしか言うことないけど、お、ノリ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 です、いいよ、はい、おっ、おすけ、マジでかわいそう、発生3フレ、3フレ前までしかアーマーないから、まだあるよ、おお、ウルコンじゃん、ウルコンじゃん、オッケーオッケー、よしよし、いいね、お、いいよ、うわ、うわ、ガマジいったよ、お、オッケー、うわ、つえ、うわ、なんだなんだ、はい、おいしい、おーい、なんでそれなんでそれ、バクステでしょっつって、こう来る、そう来るか、あのぐらいの距離は逆二択ポイントですか、これで1814、いいね、いいね、いや、でも結構大会中
猫人にいろいろ言ってもらうようにしましたから、ね、組み合わせによって。あこの人 EX 製図もかなり打ってくるから、ゲージが1本でもたまったら EX 製図もあるかどうか都度行ってとかそんなこと言ってた。来た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 、どっちかなこれ。まあいいや、メガトンで本当にいろいろ言ってもらうようにするんですよ、俺今度いる場合に。わあ1700か、一番嫌なところが来たな。いや行こう、これすごい、このローズの弾はね乗っかりやすいんだよな。すみません、もうちょっと遠かった。おっと、いや攻めますよ、絶対攻めますよ。距離と距離が遠い、距離が近い時は、うん、肘が攻めます、肘が攻めます。距離が近い時はいいんだけどな。え、遠距離だったらだって攻めます安定でしょ。いや大気か、大気かくるから。いやその距離中距離だから、中距離は肘か攻めます。いいよ、小腹確定か、小腹確定か、いいよ、小腹確定、おーいいいね。うわあ、爆死すぎ。おお、2カット取った。いいよ、見えないよ。はい。いいよ。うわ、これでちゃうんだな。カメラが一瞬切れた。そう、あの自分端に追い込んでウルトラスルーやった時に振り向きシュートダウンがなぜかコマ投げになるんだよ。あ、画面端か逃がしちゃうからな。端はウルトラスルーいらないんだろう。いらないのかな。まあいらないよな。いらないっすね。いいんじゃない。でなんかね、ユンだけ、ユンだけか分かんないけど、ユンはあの端でウルトラスルー決めた後もこのパッチンがすげえ簡単に振り向いてくれんの。へえ、ユンは入れやすい。 EX だと違うとかありそうですね。 EX だとちょっと EX の後ね、あー来たこれEX だとあー来たこれ分からしてんな。これねちょっと一言言わせてもらっていいか、はい、先に、はい、絶対にポイント下げんちゃうちょっとね、あのランクまでやって、はい、しました。セビ2とか適当に解放すると当たる当たる。あなるほど、立ち回りセビ。モピゲージ貯めて焦らせて、焦らせて攻撃クロトルかな、はい、いいよ。うわあ、わあ、何やった仕込みしたい。 EX ちょっとゲーム真面目にやって、まだね、ちょっと真面目にやってちょっと真面目にやって真面目にやって、大真面目ちょっと真面目にやって差し合いだから。いや絶対しゃがみキョッパ無理だからお前しゃがみキョッパ無理だって、どれいいよ。ああああうまい、上まだあるまだあるまだ、ウルコ届かないでしょ、ウルコ
あーるこ、ちょっとテレポートするから、テレポートなんかって。おテレポートも死ねえわ。届かテレポートにも死ねえわ。届かない。テレポートも。ちょっとセービアやめよう。もっと近い距離でやりましょう。せめて、しゃがみ強パン安定やっちゃうから。そうそう、その距離だったら、その距離だったらなんか起きる。わー、オーケー、すげー、わーお。アメージング。おいよ、ワンチャンあるよ。あー。あ あ, あもうダメだ、ウルコン、ウルコンの参加ボケ飛べやお前。ああ、何してゾンビ、あー、当たった、当たる当たる当たる、当たんねえのかよ。なんか起きろ。ああ、さよならさよなら、ケイスケ、グッバイグッバイ、ケイスケ。このゲームおい、ポイント下げんなっつったじゃねえかよ。で、ダルチムだけ来たら、はい、俺行きますよ。イアン、あ、いや、ヒューゴ、ヒューゴ、ヒューゴで選んだ後に分かるじゃないですか。ダルチム戦はうまいっすよ。いや、ダルチム、ヒューゴはマジね、どうしたらいいか分からない、ほんとに。いや、絶対セビマエステの肘っすよ。肘とセビマエステ、セビマエステ、肘がね、いい具合にセビマエステ狩りを狩るんですよね。ほんとに肘が、うん、おかしいな。自分で配信外でやってたときはね、セビ当たりまくってたんだけど、まあ、まあ、まあ、勝てなかったんだけど。対策されたの、いや、見てたかもしれないですよ、配信。うわ、こいつ。配信やってないんだ。チャンピオン会。あ、そう、配信外だよ。おげ、これいけるぞ。出た。これいける、これ、これ大好き。いや、でも強い人だと分かんない。いつだ。あ、ま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 あ、20ぐらい増える。まずはスパコンゲージを貯めるんだ。うわ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 よ。おゲージめっちゃ溜まってる。うわうめ、やばい、強い強い。すげえ、これゲージ溜まってるよ、はい、うわワンチャンある、ワンチャンある。ナイス、あ、やってない、やってない、やってない。あ、確定、いや、サンフレの後確定救世。あー、やつのバックジャンプでウルコンに忘れた。そうか、あいつ適当に打ってる、バックジャンプ適当、バックジャンプまで。やべ、やったこれ。バックジャンプ来ねえか。あー、来てる。適当ジャンプ。適当ジャンプ。適当ジャンプ来い。適当ジャンプ来い。適当ジャンプ。適当ジャンプ。適当ジャンプ。来ない。いや。ナイスカード。削りちゃい。削りちゃい。次のラウンド。次のラウンド。適当ジャンプする人だから。ちょっとね、スパコンゲージに頼りすぎた。ちょっと待って。ここからだ。うわ、届かねえ。うっ、お、いいよいいよ。ゲージがどんどんなくなる。確かにゲージがなくなる。どう、あーあああ、おつけおつけおつけ、あっちおつけ、困らなくて。どう、次のラウンドに生かす。おいいよ。やばいやばい、スパコン注意で、相手スパコンたまるよ。ダッシュそれぞれ、セリたまったら死にますからね。スパコンしか狙ってなさそうだ。ナイス、あそれ気をつけろ、それこれだ。やったれやったれ、アンテゲージあるなぁ。ぶっ飛ばせぶっ飛ばせ。
おお、惜しい。おい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 、うわー、これ背びをやらないという EX 系出すとやつ。いやー、今朝スパコンやってるのバレてきてる。さて、ウルコンチャンスでもある。あーあ、いやあ、やばいやばい。確かにもうスパコン当てないと勝てなそうだな。よし、頼むぞ。おー、いいよ。これでウルコン当てたい、ウルコン当てたい。適当ジャンプするから、多分どっかで。あー、遅い。何してる。遅い、これが入るんだ。失敗した。あれで使うべきだったら、ウルコンに。確かに。やっぱダメだな、あれ狙っちゃ。やべえ。頼む、頼む。どうしようもね。何か起きろ。ゲージっぽた。やべえ、きちい。や、削り剣できた。EX ダスつむ。あ、怖い。あー、何してんだ。ジャンプ、ジャンプした。ジャンプ以降、ハチフレバンのリアクション。くそ、ウルコン。ウルコン打たなきゃよかった。やりたかったんだ。やりたかったんだ。おい、ポイント下がってんじゃねえかよ。わかった、2800まで上げればいいよ。2800まで上げる。2800まで。いや、あそこでウルコン入れなくて、ウルコン入れないで、普通に弱シュートでも結構高かったんだ、あれ。配信者としては正解だが、キャットとしては失敗だぞ。マジで。シュートダウン入れるだけでも600減るからさ。まあ、確かに。ああ。2800。お、来た来た来た。3000。あー、来た来た、絶対勝てねえ。絶対勝てねえ。勝てるかな。来た来たとか言って、絶対来たとか言って、来たとか言って勝てるのか。おいよ、こう対策不足かもしれない。あれやっても原子は負けそうっすね。あ、まあ、バカ野郎。仕込みが、仕込みが漏れた。バックステやろう。そうだ、何か勝つことが全て見せるためのプレイはしないし、要求されてもできない。はい、生み出せ、昔の自分を。硬派だった頃の自分は。うまい。二択。うわあ、負けた。負けた。マジか。お互い。ああ、バカ、食らってしまい、食らってしまいと思うよ。オッケー。ゲージゲージ。いいよ。あー、やべ、きちいこれ。いいよ。削られる、削られる。あ、うわー、ジャンプ移行が遅い。見てから飛べない。何してんや、2800もいかんよ。オッケー、勘弁してくれ。あ、よし、オッケー。あー、ジャンプ移行。おい、何してんだ。ジャンプ移行。セビマジでしょって言ってんだろ。あー、いや、ワンチャリ、ワンチャリ。ほら、バックスでやろう。いいよ。いいの、タイプかな、死んだ。いいよ、いける。はいはいはい。がー。おし。あ、ジャンプ行こう。ひしひし。立ち回り、肘置いて。マジっすか。回してから、肘。バーブ。どうしようどうしよう。あ、あ、肘だ。違う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 んだ。何してんだ。ミートが、ミートが切れそう。マジ切れそう。ミートがシュートダウンにかけた。じゃあ、あとローズも俺がやるから。分かった、ローズ来て。俺がやった。くそー、そう、苦手な。なんか終わってる組み合わせ苦手っぽいな。終わってる組み合わせ。くそー、マジミートスカッシャーシュートダウンにバッケんなや。まあ、そのまま俺も使ったから気持ち上がる。さあ、だよし、頼むぞ。
OK 任せろ、ユコン2で支えに任せてくれ。これはかっこいいとこ見せて、これは自信ある、うんいけるいけるヨガシャングリラ分かってるわ分かってるわシャングリラがきついぞこれ多分シャングリラはきついよね多分きついぞいいよ。おナイス。いい。削り？いやでもいい感じいい感じ、うん、いい感じいい感じ。近づくまでに体力6回取られたときは。あれ追い込んでテレポで逃げらんないの？いや逃げねえですけどね。ちょっとそれに最大反撃当てようと思ったんですけど。ホッケ欲しい。まあこれはできない。できる。うまいな。しょら。さすがっす。よく追い込めんなそこまで。いや追い込みます俺は。え隠る。うますぎ。やったな。おお。これは痛すぎる。近づかれてテレポで逃げないね。確かにテレポに最大反撃でやってんのか。最大反撃なんなのウルコン。あー普通に小腹に判断。あれ見てから飛べないの。いやあれ見てない。いやもう対空で出されてる。対空か着地に出されてる。あっわっかぐったできる。えいファックラルシム分かんなかったな今の。ファックダルシム。ファックダルシム。今完璧青写真、青写真通りに動いちゃったっすけど相手の。あれスパコンって止まない確定？いや確定じゃなくてマイナス2はあるんじゃないですか。さすがに。マイナス 2？ うん。何だったんだろう。ダルシム使いの人あれスパコン隠れそうだったけどな。今の見てても分かんなかったなダルシム。メガトンか。ふぅ疲れたな今の試合すげえ。ヒューゴ疲れるな。この人結構きついんだよな。ダメダメだ。おいしい。疲れたい。パコマイナス5か。なんだ。うわすごい。なんか向こうもジャンプキャッパー出てる。ダルシム戦面白いなぁ。お互い面白いという幸せな組み合わせかもしれない。向こうつまんないかな。でもどうだろう。うんやべダメだ。ダメだ。いかん。
うわ、バレてる。うわ、終わったー。マジか、しかもディフジンプここが1回目だよ。きつい、きつい。どうすんの。うわきついな。うわ中足刺された。これはきつい。あー勝てなくなってきた。あきあきこんぱーって勝てなくなってきた。今いくつ PP。 いやーすげーポチ下がった気がする。もう無理だー。おーいい、頑張れ頑張れ。もう無理だー。バトンタッチバトンタッチ頑張ってバトンタッチして。ちょっとカズノコもヒューゴやってよこれ。ヒューゴ交互にやって2800目指して、そしたらお前が言うんやん。そうそう、それしましょう。うわキャラなんだろう、わかんねえな、なんだろう。うわあケンスケイズデッツ、ケンスケデッツ、ヘルプミー。俺行く。いや待て、とりあえず一回一回行く、うん。3000。おい、さよならケイスケ、グッバイ。氷の心を持ったジョギだぞ多分。このおお、うまい。ワンチャリよ。わあ。タリゴブ、タリゴブ。わあ。わあ。おお、ワンチャリ。来たよ。いいよ、ワンチャリよ、出てきた。ウルコン決めるも終わる。いい、ウルコン決めるも終わる。おお。そうだろこれ。おお。空中判定なんすわ。あれ終わったこれ。うわあやる。もう一回やってそれ。もう一回もう一回やってください。DX ゼッションが当たって5番5番がそうですね、1ぐらい遅いです。最速じゃないですか。いいよ。チャリオ。わあそれがあるんだ。わあ。うわ、相手切れてガンザにしてくるんだけど。切れてる切れてる。無事切れてる。おお、チャル。いいよ、売り込んで終わるよ。あー、飛ばねえ、こいつ。飛ばねえとか。うわあ。頼む。頼む。マジか。いけるいけるいけるよ。いいね。うわ、まあ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 。あれガードしたら結構だよ。マジかー。おお。ドン。垂直にウルコンしたい。行ったか？行ったかこれ。おっと！相手ゲージマックスなので無敵技セリキャンとかやってます。ナイス！あーし！素晴らしい。無敵技警戒してるんだろう町の。町の町読みの駒投げね。逆の読みで。やるわ。うわ、リプレイアップロードしてるわ、この人。やばいわ。決まってー、これ。リプレイアップロードしてるわ。決まっ
つい。今の激アツの瞬間だったな。激アツの瞬間でしたね。ゲージマックスの相手に置き攻め駒投げ。うわー、俺ジュリの人だったらリプレイアップローされたやつマジムカつくわー。あれムカつくね。あ、もう一回来るのかと思った。もう一回来ないか。もう一回来ないか。いやもう座布団3枚あげてるんだよ今の試合。ジュリ戦もワンチャンやらかせるっちゃやらかせんだよな。いややらかせないっしょ、あれたまたまっしょ。中足が、中足がたまたま当たっただけで。あの中足結構球打つ瞬間に当たるんだ。ああ、球打つ瞬間前出んだな。はいはい、改革してるね。一回転ばしちゃえば。じゃんけんでアップロードはすごいなとか切れてますこれ。切れてますこれ。じゃんけんキャラだからねこれ。いかにじゃんけんの距離がいくか。いや、いい試合だったな今の。いい試合だったいいよ。うん、うわー、グラつぶし高え。グラつぶしグラつぶし高えわ。やべえ、やり込んでるな。うん、うおうお。わあ、出せない、出せない。うわあ、確定しないのかあれ。確定しそうだったけど、おお、途中終わってきた。いやー、これきつい、これきついね。あれ、コパン確定しないのか。いや、そう6だこれ。あ、6か、6はきつい。6か、おっせえな。シャガパンだったらいけたかな。シャガパンが4だったらいけます。シャガパン5。おっせえな。いいよ。バックステか。うわあ。おおおお、どんどんどん。お投げ。うわあ。うわ。やばい、消す。頑張れ。うわあ、やべ。ナイスカット。いいよ。おいよ。おお、はいはい。おお、いやー、マジかよ、ケイスケさん。はい、交代。マジかよ。あー、危ない危ない。1300に負けた。うわ、すげー減ってんじゃん今のな。今のパーム裏出たの痛かったな。だよ、ケイスケさん、ジュリに勝って調子乗って、調子乗ってからよ。調子乗ったけど、うん、調子乗ってからよ。こうで行きついのかな。おいおいおい、今のウルトラスルの距離だったらパーム裏に行かないと思ったんだけどな。まあ確かに結構離れてたからな。出すの早かったんじゃないか。出すの早いと拾えないんだよな、あれ。早すぎてどっか行ったんですか。うん、おー、誰か来てくれ。いい、足りなかったな。お前に使えた。この人なんだっけな。
4か。よく消さなかったらいいんじゃない。いけるし。知らんどのあっても。どうなっても知らん。すべて知り尽くしてるでしょ。どうなっても知らん。なるほど。いや、1300ですかね。1300はいけますよ。玉持ちじゃない1300がいけます。さっきコーディに玉あれ石あんな弱い玉ないぞ。ふぅうまいた。わお、うまいやん、うまいやん。1300なのにちゃんと仕込んでくるね。1300なのにうまいやん。よかったー。でもってできた。いいパスカッシャー。ちょっとうまい。あぶね、消し溜まってませんよ。確認しますよ、ちゃんと。この相手のゲージもしっかり見ている。いけるよ。ガサミのゲージ管理を相当できたんですから。もうなんか今日ちょっと視聴者多いやん。3300移動ですから。さすがウルフ。前投げ。いいわ。おバグセガリー。はい、チェンジ、チェンジ。2人で頑張って2800目指そう。2800いくと数の子ユンが出てきます。はい、やってポイント。おお、結構上がった。結構上がるんだ。26。いやでも結構上がるんだ。あ、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いいぞ。あ、なんか早くない？ケスケさんとるだけ。そういうことで。どないやね。そういうことだよな。はい、ここでチェーンしたかって。あ、ヤンか。いけるよ。ヤンはいけるでしょ。ヤンはいける。なんか最近ユンの方がやりやすい感じがしてきたな。なんかやること分かりやすいとか。ああ、ヤンの方が楽だと思ってな。ヤンの方がなんかジャンプ早くない？雷撃。いやいやいや、ユンの方が速い。ユンの方が速いのあれ。通常ジャンプはユンの方が速い。あ、そうなんだ。慣れすぎちゃってユンのジャンプ遅く見えるんですよ。慣れだね。多いよ。はぁ、あ、ミート今い。あ、やりすぎです。スカッシャー今い。スカッシャー今やりすぎです。あ、ごめんなげ。あ、安い。いやでも終わるか。終わんねえか。アーマーが。アーマー、アーマー。来た、アーマー。あれミートスカッシャー2回は 80% ぐらい入る。 2回目は3回目がね、かわされる確率 80%。 おい、いや、やっちゃ3回目やんなよって感じなんですけど。よ、はい、もうね、4回目だから警戒したね。警戒しちゃったね。逆の選択肢用意してんのかな。警戒しちゃったねとか言って。お、いいよ。うわー、こいつ。うおー、やるわ。やりますわ。はい、交代。気持ちいいね、ユンヤン戦は。移動するの誰から。あ、そこでいいですか。中やもうよくわかんねえだ。ヒューゴのね EX 勝利強すぎる。あれは確かに、 あの部分だけ見るとすごい強く見えるね。あれだけ強いんだよな。あの距離で垂直枯れる体育技持ってるやついないからな、ね、あの距離で垂直枯れるキャラいないよな。鬼、鬼か。
こに行けそうだな。でも道義圏の中じゃん。おいしい。これ勝ったら30ぐらいもらえそう。そんな高い PP の人来ないね。来ないですよ確かに、うん、いやさあのジュリの人やられちゃったからみんなブレた可能性。確かに3000ジュリほら9号で倒してしまった。ゲージなきゃいけない。ケイスケは昔ピアノやってたから入力うまいなとか言って。え、ピアノやってた。ピアノやってたなんていつ言ったんだ俺。何ピアノやってたって。やってねえけど。おお、マジでこれカパカカ出しちゃってる可能性ある。ダー出しちゃってる。狙いだろでも。やばい、称号売名行為、熱い。熱いか。こんな称号あるんだ。売名行為ってポイズンの称号なんだよ。あ、ポイズンか。やべえ、安い。マジか。はい、おい。おお、つながったね。あれ、調子つながりますよね。え、どの後？ジャックパーム。ジャックパームの後つながらない。あ、つながらないのか。カウンターだとつながる。あ、カウンターか。いえ。うわ、ラニー。あっす。あ、やばいやばいやばい。すごい太い。でもすげえ売り込んでる。そしたらこれだろう。出る出るか。二の前式。あいえ安っ。熱い。出ない勝利が出ない。出ないか俺。え、ケイスケさんピアノマンだったの。ピアノマン。記憶がないの、ケイスケさん。記憶がないけどピアノ、ピアノだけ弾ける人。どっから出てきたの、ピアノ。ポイント上がるね。いいよ、ポイント上がってるよ。でんでん。体がでけえの出ねえな、体育。お血の蔵。誰だ、アトリか。いけるいける。あと154。ケイさん、バイオリンもやったの。やってたってことにした方が美味しい。美味しい美味しい美味しい。なんかすげえやつの、すげえやつ食う風が出るわ。元上流階級っぽいね。それで行こう。対空しゃがみコパン。おお、いいね。ミートの使い方やべえな。仕上がってるな、こっち。あ、出ない。いいよ。おお、読んでる。あ、中断。おお、あれ確定しないんだこれ。確定はしてない。いや、してるかな。してるかも。マイナス2ぐらい。いいね。これ確定だよ。確定です。確定だ。あ、下げすぎ。手元？ああ、これあれか。上のカメラ。あ、出なかった。あっすいやさ、ちゃちゃちゃ。うわー、おい、ノーマルかよ。あ、確定。ウルコンチ、ウルコンチ、ウルコンチ、確定。うわー、まあ分かったよ。見せるプレッシャーとしてるの。全然分かったけど、全然分かったけど、俺注意するのやめといて。
そう、あんまりあの言わないでもらえるよ、もっと体力取られたら言おうと思ってたけど、ずっと狙ってんなと思ってこれからね、要求されてもやらないから若いけど思い出してほしいね。いや本当あの大パンとかの空振りに来たかったんだけど、パチッ、あーなるほどね、もう置き技に諦めたんですね。タイタニック沈むとバイオリン弾いたってケースあんな昔からもう脇が絡んでパチコンでは全て全てのためにしてはしないし要求を OK さん、とうとう外国人からも評価され始めましたよ。グレートヒューゴー、グレートヒューゴー、センキュー、とうとう評価され始めました。うわあ、なんか946。たとえ試合に負けても何より勝てるという人がいるから、いや意味がよくある。お、946か、負けられへんなこれ。よ。ドン。出たー、3回目確率高いよ、80% だよ、はい、あー出た、80% 来た。あ、大丈夫か、あ、勝った、勝った、しゃがんでんのに、しゃがんでんのに当たんの、マジっすか、削れー、やべー、こば、おー、ギャブねー、あれはインコさんにも決めた黄金連携だミート2回の上1回あのインコさんも食らう黄金連携だ。いいよ、ゲージ溜まってる、マジか、置いてる、うわーやばい、投げ、あー、コスパゴン、おめえおめえ見せるプレイしろよここで。おー、これ繋がりそう、繋がる、あ、繋がった、マジですか、おー、待て、あ、わー、かくった、見せるプレイして、内容がいいという人がいるが、100回同じ内容になってもそのことが言えるのだろうか。うわーやべ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 ー、負ける、全然負けれる、やべーよ、いやー、そりゃそうだ、いやー、負けれる、負けれる、負けれる、つーか負けたもどうせうわ、負けちゃう、おお、負けちゃう、ウルコン決めろよ、対空でジャンプする、ジャンプしてくれ、頼む、ジャンプしてくれ、いいよ、ジャンプしないと知らないよ、ジャンプしないと知らない、うわー、何してんの、あんた、マジでだった、はい、どうぞ、あんた、マジで言ってんの、リッパチいつ行くのよ、これ一発遠い、これ一発、いや何ナメプしてんのスパコン狙ってる場合じゃない、スパコン狙ってないよ、狙ってる場合じゃねえだろマジでガチガチ、いやね、企画倒れが一番痛いよ、配信4000目指すんだよマジで、128だって、116、いいキャラ来たね、見せどころだよこれ、キラキラ星かやり直すだって、どういうことそれ、いや分かんない、バイオリンとかピアノピアノの一番簡単な曲だからじゃん、キラキラ星、そういうこと、多分簡単ですね、キラキラ星、一番最初に練習する曲なの、一番最初の曲からや、一番簡単な曲から練習し直す、あーしょっぽい高いな、うわーケツ、手びわりにしろよもうケツすげえフレーム使ってんだから
いやでも勝てば美味しいからこれ PP が。ほらガンクラッド死ぬ。はい、呼んでる。うわー、前歩き投げかよ。さっきセミだった。あー、やばい。あどうどうどう。いや、でも逆に前に来てくれてるから。おいしい。動かない。後ろ投げ。うまい。いくで。うわー、バックステでよけれんか、このキャラ。バックステでよけれんか。よけれんか、このキャラ。そんな甘えたキャラじゃねえから、これ。よけれんか、このキャラ。ゲージもねえっていう。おら、3回ダメだぞ、おら。どうする、おら。いいよ。ライン上げた、相当。おら、読んでるぞ、肘だ、おら。おい、嘘つけ、嘘はやめろ。嘘はやめろ。よし、止まれた。止まりましたよ。はい、はい、素晴らしい。るよ。ここから、はい、はい、はい、ゲージ使ってしまったな、しかし。ゲージがもう一個もない。うわ、でねえ、ウルコ。ウルコってなんだ。でなんぞ、ウルコ。このキャラコマンドむずいんだよ。前行ってくれる。あー、それ食らうかね。うーわー、重なってる。中パンが、しゃがみ中パンが。そりゃそうよ。やべー。あ、インコさんがこれ絶対行かねえと。2で張ったら絶対行かねえ。頑張ろう。分かった、俺絶対行かねえこれ。2で張ってかもう無理。もう無理っす。いやでも9号で PP2800 の人いたから。いた、うん、絶対たまたまだろ。くぐり抜けてんだって。絶対絶対無理だろ。あ、いこさん見てんのか。いこさんありがとう。いや、何がありがとうか全然わかんない。何がありがとうか全然わかんないよ、ケンクさん。今あのミート2回の上だけ、あれだ、あの試合だけ残してくれたから。ああ、まあまあまあ、あ、そういうこと。そう、嫌味なやつだね。みこさんありがとう。嫌味なやつ。いや、あの試合なかったら何の活躍もなかった。いや、まあ、確かに。確かに。おい、企画直るんじゃねえかよ、おい。ポイント下げてったら、もうこれ以上ポイント下げねえぞ、おい。頼むよ、マジ。はい、いったなぁ。山瀬。うわー、キサ頼む。もう流れを変えてくれ。流れを変えてくれ。ちょっと山瀬強いんだけど。うわ、やべえ、これもう終わりだ。ちょ、まこときついんだな。うわ、ちょっと終わりじゃん、これ。怖い。終わりじゃん。何4戦無駄さ配信って。何なの。調子どんなって感じ。2号なんすけど4戦無駄さ配信。パドン降りちゃってんの、確かに。何なのこれ。やばい。いいよ。よよよよ。はい、強み。はい、ナイス。それほんとそれ。いいよ。だから4戦目指すキリって感じ。あー、遠い。いやー、開始10分で3100に行って3000だったから、この後俺が頑張って4000まで上げて顔 TV 終了の空気を出してくれよって。いいよ、そこまで入れて。はい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 。絶対減らねえじゃねえか、おい。パンパンやったんかこれ。
いいよ、高いよ、コンボ。あ、ゲージがない。ゲージないよ、ゲージない。はい、おっと。EX テスト飛んできそう。飛びやすいか、それくらいでも。ほら、EX 来いよ。EX 来いよ、ほら。いや、相手ゲージ4本つつもった。おぉ、おいしい。そういうこと。うん、今ワンチャン空振ったところで EX テスト突っ込んできたのを駒投げ投げようと思ったんだけど、うわ、データだから。その配信プレイやめてもらっていいですか。配信プレイ、配信プレイやめてもらっていいかな。だからそういうプレイが楽しいんだな、このキャラ。いやー、2800はもう無理かもな。でも次負けたらもう2800上げましょう。同ランクぐらいの人がいっぱい入ってきてくれないと。きついよね。確かにな。お、メソさん違うかな、本人じゃねえか。メソさんでトパンガの人かなぁ。いや、グッタラクタ見ないとわかんないですよ。タグ知らないんですよ、俺。あー、本人かな、わかんねえなぁ。キャラクター知らないんだな、俺。強そう。いや、わかんねえなぁ。本人じゃなさそうだな。知らねえんだなぁ、タグ。本人かな。最近ドバンガの配信でもどっつってんすかね。うわー、しっかりしてるな。レンガじゃん。ファンガ TV あんま見てねえからな。いいよ。あれどうすりゃいいんだろうな。いや、確かにトガメの選択肢ねえ。 EX ライトしかねえじゃん。おお、うまい。マジか、やり込み。から足場旋風来たらどうすりゃいいんだろう。 EX ライト、それ、よし、ほんとそれ。あー、あー、動いてる。うわー、ケツやってたんだけど発生が間に合わなかった。ケツがもうちょっと早ければな。もうトパンガの弟子軍団はコツガーデン、コツガーデン配信にコツってくれるんだな。潰されそうだな。おお、いいよ。あれ、おお、いいよ、いいよ、出ない。え、いいよ、ポイント高いからね。勝ったらすごい美味しいですよ。おっと、いや、ただやっとしかないな。ますか。よー、はーい、見てるよ、上は。まあ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 、しょうがない。くっそー。でも道着の中ではいける方、いける方。ああ、でも竜とかも最近ちょっとやりやすくなったからな。あ、そう、うん、まあでも合気きついか、これ。もう27でいいんじゃない、うん、もう
下げた。いいんじゃない？ 27ですよ。無理してる。一発無理しよ、これ配信。一発無理かな。配信内にすら無理でしょ。一発は。はい。27でいいんじゃない？うん。豪気はもうちょっと対策したいな。PP4000 目指すとかいう調子こいた発言してやつ。誰だよお前。誰お前が4000目指しましょうかとか言ってすごい気楽に言ってたから4000行きましょう。場所経験するな。俺はバルログには、バルログ戦うまいや。いやでも2600ぐらいになってくると結構極まってるはずなんだ。確かに15000とかは後ろ行って速すぎる。かくだろ。あ、いえ。かくんのあれ。来るでしょ。うますぎ。おっけ、危ねえ。柵飛びで逃げんのかと思った。なんかその角度だとウルコン怖くて出せないんだよね。スカっちゃいそうで。あ、よく出すな。いや、もう反応したら当たるもんな。あ、やべえ。確定だろ、コマ投げ。おい、なんてねえんだよ、コマ投げ。うわー、何このキャラ。何このキャラ。絶対出ねえじゃん、あんなシュート。何とっさにシュート、絶対出ねえじゃん、このキャラ。コマンド介入効かなすぎて。コマ投げ出ちゃったな。いや、なんか出てましたね。やってません。オラーボケボケ、オラオラボケ。気持ちいいこれ。絶対コマンドが出ねえ。来たバルセロナ、バルセロナ。うわ、コマンドが出ねえ。コマンドが出ねえよ。これでございますよ、きついのは。あいつ舐めてるな。オラ舐めてんじゃねえぞ。オラオラボッコボコにしてあるわ、こっから。誰の目の前で飛んでるんだと。おかけかけ、おいしょ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 。ケツ、いやいや、あはははは、ラブケオ。まあ頑張った、まあ頑張って。納得いかねえ、納得いかねえ、納得いかねえわ。そういうもんすよ。だ、あのバルセロナハメはマジね、勝利出ねえんだよ。確かに。バルセロナハメ勝利って偉すぎてる。どうすんのあれ。ガチャガチャガチャってやって勝利出してんのに、コマ投げふかっと出るんだ。気持ちが伝わってねえんだけど、ヒューゴに。なんだ。これきついわ。あれさ、かかとパンってやつさ、あれなマイナスいくつ？いや、あれ強だったら向こうプラスで、うん、あ、そうなんだ。中だったらマイナス2ですよ。強で出してくる。いや、モーションの遅さでわかります。明らか遅かったら強で、あんま遅くないなと思ったら止まない確定です。まあいいや、まあやべえ、ポイント増えねえ。増えねえ、ヒューコ。全然ポイント増えねえな。どんどん減っていくんだよ。なんなの。やべえ、決断もう頼む。いいよ、いいよ。いくつ ?621!621 とは思えない実力。いいね、10番。はい、来るよ、80番来るよ。あ、おいおい、80番の方程式崩れたよ今。あ、10番さ。
いいね、はい、素晴らしい素晴らしい。素晴らしいね。安い安いよ。マジ。おお。はい。おお、リバーサー様子見かなと思って当たればち。よし、でも相手621だ。まずいな、まずいなこれ。9、まずいな非常にまずいな。2500以上に勝たないと。何か謎。ヒューゴって眉毛あるか。眉毛ヒューゴ眉毛なさそうじゃん。なさそうじゃん。顔の形がよくわかんないこいつ目がくぼみすぎさまでやるわけねえだろこれあのでやるわけねえだろ。今日は客倒れで終了じゃボケ設定 PP 間違えましたと終わり2500メーター最新だったんだよこれバカやら。いや、せんじゃん。てか本気で4000メーターと思ったバカやらバカやろ。あっ4ポイント高いよこの人。バックスできん。やべおーうまい。いいよ、ナイスアド。いいね、グガブレツブシ。はい、当てなかった。おーっと、これはダメージ加速するか。おお、これ距離でダメージ上がったら受けたの面白かったな。距離でダメージどんどん減ってくの。そうそう、どんどん減ってどんどん減ってったら面白かったのに。え、なにそれ、見てから。いいよ。いい。27はいきそうだな。27はいきそう、うん、いいね。いや27はいきそうだよ。でも頑張ってカモンカモン、ケイスケカモン。ハマると強いんだよな確かに。26にする。えっとね、もうちょいで下げる。いや、弟子は取んないかな。だって R さんの配信とか戦闘さんの配信で弟子教えてるの見るけど、うん、難しそう教えるの。そうだな、時間もかかるだろうしな、うん、なんかトパンガの方は、まあ、割とまだそのちょっとやってる人を弟子にしてるんですけど、あ割とまあそうだよね。R さんとかはなんかあんまやってます、なんかあんま格闘やったことない人に教えてるから差がきつい。
けんじゃない、これは。まあ行きましょう。アルさん、デジャージ完全に AV だったけど、そうするといや、声がね、すごいですよ。うーってずっと言ってんの。どういうこと？そんなこと言って格言やんなくね。どういうこと？うーって見てみようか。ゲージが欲しい。こんなきつい。おい、はい、分かってるな。ゲージ下めよ。はい、ゲージ下めます。こっからだ。うわ、マジかよ。うわ、ケスケドン、きつくねえこれ。いいよ。はい。ああ、小腹かけて。あ、そうなの。ギフ続き短くなったんですよ、あの人たちの子は。絶対来ないな。うん、絶対来ないですね。来た。いやー、やられたなー。どうぞ。ケースケファッキン。ケースケベリベリファッキン。おい、なんだこのタグ。このタグなんだ。ゴッズガーデンのタグか、本当にこれ。これマジで。ゴッズガーデンのタグか。24224だぞ。ゴッズガーデンタグ4000近くあったのにな。おい、ゴッズガーデンのタグ24しかねえぞ。すべてヒューゴ。何の団体だよこれマジで。マジでこれ。これ何の団体だよこれ。ちょっともうあれだ。25行こう。25にしよう。25行ったらもうユニット。25行ったら俺やるんでしょ。わあ。アメイジ。アメイジ。終わりじゃねえかよ。おい、どうすんだよこれマジ。うわあ、俺やった人じゃねえこれ。マジかよ。リベンジじゃんこれ。おら。いいねそのネタ。うわ、すげえだ。安くねえ。いいよ。やべえ、これ誰。あ、いいえ、確定してる。おらダブルアップ。すごい、あえてコンボに行かず。素晴らしいバックステガリ。あっ、お前今飛んでたから上行けばよかったじゃん、タイプ。いや、飛んでた。いけるいける。おい、頑張れ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 。うわぁ、もうガードしたら勝ってんじゃん。ガードしてウルコンで終わりだよ。おお。来る。わお。繋がっている。落ちてきた落ちてきた。2400 24 24 24目指そう24目指そう24目指そう
24はいけるって。24いけるね。ああ確かに24目指そう。いやむしろ23 あ、クリア。クリアした。24行こう、24行こう。メッサさんだ。いや、これ俺が行こう。行く、あえて。これは俺が行こう。道着が任せてくれ、うん、さっき目が見えなかったから。かなりね、目がなさそうだ。防気戦見せて。カズノコのあの対空ウルコンの反応だったらいける気がする。いけそうな気がする。これ対空ウルコンは結構出せないから、はい、シュートダウンは出せるんだけど。ストーゲーム団体カッコピンピンにせず。なんだこの団体って感じ。いや、わかんないの。てか、あれは現代機いっぱい振ってたね。振ってこないんだけど、なんだ。できる。こっから。起き攻めて、起き攻めて倒しちゃうぞ。おら、届かない。隠れよ。昇竜拳だろ。おめえメソさんよ、ドパンガーろくに昇竜拳持たせねえのか。この野郎、今昇竜拳なら大丈夫だった。絶対バックステで避けただろ。豪華な昇竜拳横短いっすよ。ああ、そういうこと。昇竜拳出せよ。2400。マジ足ら読みの前捨て3回からのコマなんか書くんなかったんだけど、あれなんだろう、あれどうすんだろうね。マジ EX モンラリしかないのかな。モンラリしかないっすわ。あれゲージなかったらもう足ら安定っすわ。あれいや2323だ。でも多分50ぐらいです。いかんなこれ。熱くなっちゃったわ。スレイスタンドが見えねえな。いやーきついね。いいよ。
しよしよしよし。いいね。わあ。セグラー終わった。いやー、コマだけ合わせるしかないな、マジで。芸術家のもったいなかったかな。わあ、たけえコンボ。おーまい。これ入んねえのか。え？いや多分入んなそうだったね、高さで。ウルコンスか。違う。ノーキャンシュート入らない。うわうわー、グッバイゴッツガーデン、グッバイ、グッバイゴッツガーデン。ユンやれ、ちょっと待ってって。ユンやれよ、もうちょっと待ってって。一回勝ったら終わりでしょ。ヒューゴ一回勝ったら終わりでしょ。一回勝ったら終わりでしょ。もう今日ダメだこれ。ダメだこれ。企画だ俺。ヒューゴで一勝するのが目標の配信者でしょ。こっから一勝。こっから一勝ね。がゴール。から一勝しよう。どうしようもねえわもうこれ。いや面白かったな。あ、そういえばお便り来てんのかな。いや。お相手何がすごいのだって。カモン。カモン。でも誰も入ってこないですけど、ゲスが。詰んだこれ。詰んだこれ。どういうこと？逃げた。逃げた。ああ、俺らヒューゴについて逃げた感じだ。ああ、なるほどね。あ、来た来た来た。来た来た。どうしよう。回しとけ。いけるでしょ、これは。回しとけ。たくよー。ヒューゴでポイントあげようなんざ、ジュニアやろ。あがやろ、ほら。マジか。今後大変なキャラ作ってくれたもんだぜ、ほんとに。たくよ。ゴッツガーデン、ゴッツガーデンにこれで何しろって言うんだよ。スレッチンだわ。あそこバイソンいけるからこれ。集中していきますわ。ちょっとヒューゴ有利だからこれ。言い過ぎちゃう。うまい。飛んでないね。あ、おいしい。安い。ほら素晴らしい。そっちのバイソンか。シャッター。Oh, shit.
辛い。コパンが辛い。コパンが辛い。しょら。仕込んだだけね。ちょっと遅かったな。体育決。EX シュートが出なかった。ああこいつ。こいつ。こいつ。今絶対当たんないと分かったでしょ。いや判定強そうじゃん、ケツ。ケツでコパン潰せねえだろ、あれ。おらおらおいしょ、まだ出る。ケツゲージが全部なくなっていく。しかし中段食らって安いよ。ここは来ない。おいしは？ここコンソン最強。ウルコン温存。やべえ。マジか。来るよ。ダブルアップきた。おっけ、きた。ヘッド来る？来ない。いや、入んない入んない。よしよしよし。おお、え、なに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 。なんで食らったの。なんか出した。なんてなんで出した。なんて着地工事。いやー、目標1ラウンドしよっか。1ラウンド勝ったら勝ち。1ラウンドはもう終わりしよっか。こんな辛い企画になるとはな。2188。行こう。開始時いくつだった。2800、2900。1回勝てば、1回勝ったら、1回勝ったら数の子に出てくるから。何が悪いんだろうな、一体。一人なくなった。なぜ据えるポイントがなくなってきたから。そういうことか。据えるポイントがなくなったから入ってこない。なんてひどい人たちなんだ。カスじゃねえか。なんで。誰か。誰でもいい。助けてくれ。何でしょでもいい。誰かおらんか。誰かおらんか。検索書も出てこない。部屋作り直すか。お、こっち開けられた。そう。そんなバカな。断り。押された感じだ。あ、来た。来た。あれ、この人強いしね。誰しも誰しも。一緒。削る。誰ですかこれ。いやいや、だし行こう行こう行こう。この人さっきからずっとやってる人。あ、そうっす。あんまテレポしてこない人。あんまテレポしてこないです。不動ゲーム団体。お前の死団体じゃこっちは。ボケ。ボケ開き直った。ボケが開き直った。ボケ